長州で天下統一を目指すアキミロです。はい、今回から遊んでいくゲームは PS2 版の三国志内無印になります。ではやっていきましょう。今回で三国志内は PC 版とかもろもろ含めて6回目かな。でもお決まりになってきたんですけど、パート0では本編である新しくゲームを始めるではなく新武将を登録する、こちらをやっていきます。でこのデータは私が過去に遊んでいたデータではなく、この実況用にまっさらにしてある状態です。ではいつも通りね、ちょっと名前は秋見ろと設定しちゃいます。はい、姓を秋、名を見ろで、あざ名を牛ろにしました。秋見ろの木から牛を取り、名前のろからろを取りました。でルビーは秋見ろですね。で性別から、ここから私がいつもお世話になっているこちら抽選王を使用してランダムに決めていきます。性別は男と女の2種類なので、1番を男、2番を女で抽選していきます。どちらになるか、ドドン、2番です。最近女性が多い気がするなちょっと無双シリーズでもこのね武将を作るっていうのやってるんですけど、女性率が、高いと思います。で顔に関しては何種類あるかな、ちょっと数えます。はい、女性の顔は30種類でした。3ページありましたね。では再び抽選王で抽選していきます。1から30何番になるか、ドーン、10番です。10番はこちらになりますね。前線で戦う武官タイプっていうよりは後ろで内戦してる文官タイプっぽいですね。あくまでも見た目の話ですけど。で青年に関しては今回200年のシナリオを選ぶので、200年時点で15歳になるように設定します。いやどうしようかな、20歳ぐらいでもいいか。そうしま、でもそうすると諸葛亮とかと一緒か。まあでもいっか、181年にしましょう。で内面、ここは再び抽選王で抽選していきます。まずは新年ですね。新年が1から5何番になるか、ドドン、2番です。2番は忠義ですね。私欲よりも義理を重んじる。性格が1から4ですね。では抽選王を1から4に変更して何番だ、1番です。ということは変わらずですね。ちょとつ勇猛果敢で何事も恐れないって感じですね。まあその代わりなんか敵の計略にかかりやすいみたいな感じがあった気がしますけどね。で関係ですね、こちらは親は設定しません。相性設定に関してはやるんですけど、武将の数がとてつもなく多いので同じ青年の中からランダムに決めたいと思います。181年はなんと3人だけですね。こんなに少なかったでしたっけ。違うナンバリングだったら10名以上いた気がするんですけど、まあでも現実ね、今目の前3人しかいないんで、諸葛亮を1番、天満を2番で、僕六大王を3番で抽選していきます。抽選王を1から3に変更してドドン、1番、諸葛亮ですね。諸葛亮と出会えたら最高ですね。まあ長州とそこまで離れてはいないので会うことはそこまで難しいわけじゃなさそうな気はしますけどね。まあそういう意味では悪くないか。で次が能力ですね。こちらまっさらなデータなので1から99が最大ですね。ここが一番怖いんですよね。抽選を使ってやるんですけど、本当に最小値の1からやるんで1桁とか出た時がすっごいメンタルやられるんですよねでは運命の能力タイムに入ります。まずは統率からです。いきまーす、ドドン、83。おー、いいねいいね。83はだいぶ高いですよ。これなら前線に出せる出せる。武力が低い場合ね、あの先鋒とか兵法だったかな、9はどっちの言い方だったっけな、
とかが弱いんで、あと一騎打ちか。できればね、ここも高くあってほしいんですよね。では、次武力いきます。どどーん !91! 高っすごい、今回めっちゃ強いぞ。最近ね、割と強いやつができてる気がするな。ただそれを僕が生かしきれてないっていうだけで。まあ、でも9はね、かなりやり慣れてるんで、この能力生かせると思います。次は知力です。知力は、どうだ !24! まるで超飛みたいになってるぞ。前に出るのはいいけど、ちょっとね、補佐役として頭一つけてあげないと、計略にかかっちゃうな、これ。で次が政治です。いきます!どうぞー !61! まあまあですね。50超えてくれてれば、全然いい方だと思います。で、これで OK ですね。何より、統率83武力91あるっていうのが嬉しい。全然前線で戦える。で、ね、最後が兵法ですね。兵法に関しては、歩兵から1、2、3、で、騎兵にて4、5、6といった感じでやっていきます。兵法は全部で31あったので、1から31で抽選していきます。で、兵法ポイント、右上にあるやつですね。あれがなくなるまで抽選していきます。で、ある程度、埋まってって、もう抽選しても被るなってなった場合は番号を付け直します。では、早速、1回目やっていきましょう。1から31ですね。何番が来るか。ドドン !6 番です。6番は、突撃か。いいですね、いきなり。ただ、兵法ポイントが一気に減りましたけど。続いて、ドドーン !10 番。10番は、正射ですね。いいですね。正乱とかがついた場合も、普通に、兵法が先方が忘れましたけど、出せますね。で、次が、何番だ ?30 番。31がラストなんで治療なんですけど、あ、もう埋まっちゃってるんで、抽選し直しです。これがね、2回以上続く場合は番号を振り直した方が早いかもしれません。ドドン !23 番です。23番。投函が15で19だから、増影ですね。で、再び抽選。ドドン !2 番ってことは、奮闘か。残りが4ポイント。残ったのは、奮戦突破、混乱馬勢の4つなんで、奮戦1突破2という感じで振り直します。1から4ですね。抽選王の数値を1から4に変え、ドドン !2 番です。2番は突破です。これで兵法ポイント全部使い切りましたね。奮闘突破突撃、正射、増影です。ちょっと工場兵器つけられなかったのが残念でしたね。運よく正乱とか照射がついてくれたらラッキーって感じだったんですけど。まあまあまあ、ただ突撃覚えてるんでね、前線で兵を減らすには向いてると思います。いや、割と優秀なんじゃないでしょうか。こちらで完成!はい、無事秋見ろが完成しました!次回パート1からは、この秋見ろを長州の配下に設定して、私は長州をプレイ君主として選択して開始していきます。で、どのシナリオで遊ぶか、あと、縛り内容は何があるのかなどは、パート1で説明するんですけど、すでにこの動画の説明欄に記載してあるので、もしね、パート1より前に気になるなという方いらしたら、説明欄見てみてください。では、次回から長州で天下統一目指して頑張ります。この動画、面白かったなと思ったら高評価、ぜひよろしくお願いします。また次の動画を見逃さないようチャンネル登録と通知の設定もぜひよろしくお願いします。そして何か一言でもいいので感想いただけるとめっちゃ嬉しいんでお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。長州頑張るぞい。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。